どうもこのまるです木太郎ですじゃあ今日はアイランド2の第10話セミファイナルのチッケム再生回数ランキングについてやっていきますアイメイトさんの投票のね、まあ、票数も分かったから、まあ、そこで順位も分かってけど放送後にね公開されたチッケム、まあ、セミファイナルのステージのチッケムも出てその再生回数見たらさ結構違うんだよねいやそうなん なんかさ気軽な気持ちでさなんか再生回数普通に見てたら <laughs>、うん「みたいななんかそのちょっと予想と違うなっていうのが結構あるんよ本当にうんそうなんえなんかあの子大丈夫とかさなんかほんといろんな気持ちになってなんかほんとそわそわしだしたよねえわかるうちらのさ予想のさやつとだいぶねちょっとね早く出せようって感じだよね <laughs> そう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 ,そう,そう <laughs> そうまあ、かこれもある種一つの指標だからねなんかそういろんな指標を比べてみるとそう、うん、なんかいろんなもの見えてくるなみたいないやそうなんよ本当にいや、まあ、じゃあ早速いきますうんそうだねじゃあ,あと第10話のセミファイナルのチッキング再生回数ランキングがこちらです、まあ、こちらね6月29日の23時時点のね再生回数なんでこのあとねちょっと順位はね変動する可能性もあるんですが、まあ、ひとまずこんな感じだね うん、いやそうなん。まずね。1位がねまあ、ジョーンちゃんなんだよね。そうなん。なんかさ、もうさ1位はジミーみたいな。なんか気持ちでさ。なんかその10話を見とったから、うんうん、なんか、うん、ああジミーちゃんなんだろうなと思ったら、うん、ジョーンちゃんでええー、みたいな。な、うんそうなんよ。ちなみにさその1個前のさあのマギやった時の、うん、ジミンちゃんはその全員のやつで見たら1位なんよ。 うんうん、そうだよねそうそうそうで投票もまあ1位みたいな感じなんだけどなんかここに来てさそうジョーンちゃんの波めっちゃ来とるみたいな感じなんかなと思ってそう、うん、ジョーンちゃんセンターはエモいよ <laughs> だいぶ確かに原点、まあ、みたいなとこあるもんねアイランド2のねいやそうそう「シグナルソングセンター」の子が1位になるってやっぱなんかちょっといいじゃんねうん、うん、木村昌也みたいな感じだもんね <laughs> 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 そうんそう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 。 なんか、あの、前回のね、ランキングの時は、ジミンちゃん1位がいいな、みたいなこと言ったんだけど、なんか、ジョーンちゃん1位って思ったら、それはそれでめっちゃいいなってなるから、やっぱ不思議だよね、人ってね、うん。本当に。わかるわかるわかる。そう、もうね、本当そうな、なんかね、誰がなってもいいぐらいの本当メンツ残っとるから、ジョーンちゃんもいいし、やっぱその、ジョーンちゃんやっぱ逆境跳ね抜けたみたいな、まあちょっとさ、自分のことじゃないけどね、そうそう、ご家族のあれだったけど、それをさ、乗り越えたジョーンちゃんマジ強いよね、今、なんか最強っていうか。 ああ、そうだね。いや、そうだわ、そうだわ。でしかもさ、最近より可愛らしさがさ、ちょっと出てき、うん、なんか前面に出てきたね。か、その、今まではさ、ただ怯えるジョン,ンみたいな。<laughs> ただね、<laughs> ジオン、ジオンに、みたいな。なんか、消えそうな声でさ、言って。確かに確かに。無視された。みたいなさ、そういうやつやったねんか。確かに確かに確かに。テケテケテケシュン、みたいなね。<laughs> そう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 。<laughs> からのさやっぱさ仲直りしてのなんか笑顔が増えた感じとかが結構一気によく映るパターンありえるよねわかるわかるあの件を機に本当明るくなったっていうかの表情も明るく見えるって感じうん,、うん、なんかさらに性格もねうん、うん、そうそういう感じに見えるからそういいよねそうそうそうしかもさやっぱジョンちゃんってあのダンスも上手じゃんすごい丁寧な動き線わかるわかる なんかやっぱダンスしてるジョンちゃん私個人的には結構好きだからそのね前回は歌だけだったからさまた何かやっぱ魅力をさこうなんだろういいタイミングで出してるみたいな感じがあるんよねあーそうだねいやわかるわかるまあしかもコメント数もなんかね多い感じがするかなあの2位のねジユンちゃんとも結構差があるんよねその再生数うんそうなん結構あるんよね <laughs> 一応今のね、その集計した段階だと、ジョンウンちゃんは6.1で、2位のジユンちゃんが3.7万なんだけど、ほとんど3.8万ぐらいのね、感じで、そうそうそう。まあ倍まではいかんけど、でももう結構いい感じだよね、差的にはね。そう、全然桁が違うからね、なんかさ桁っていうかその数字、うん、3と6だからね。うんうん。え、なんかさ、でも再生数、 で結構ほ本当同じぐらいだったらめっちゃすごいよね <laughs> 表めっちゃ変わってるみたいな感じになるよねうん、うん、そういうことになるよねいやーすごいじゃん急にここに来てのジョンウンちゃんマジスターやったんやっていうね <laughs> やつやんっていう、うん、いやー面白くなってきたね、うん、おもろいよで2位がジュンちゃんなんだけどまあちょっと言っちゃうと2位3位4位のジュンジミンフコちゃんが結構団子なんだよねそうだね うちらが見てる段階だとそのこの3人の差が1,000もないみたいなさ <laughs> 感じだったから回もうみんなこの3名が3万7,000台なんだよねほんとひしめき合ってるっていうかそうそうそうだからまあ見るときによってはここら辺は変動あり得るっていうかうん,うん、うんうん、だからさこのさ結局まあ分からんよ最終の決め方は分からん状態で話すから全然ね結論どうなるか分からんけどまあセミファイナルのやり方を このファイナルにも持ち込んでくるなら視聴者投票がやっぱ高い順位の人の方が、まあ、デビューするかなみたいな1、2、3位、2、3位、まあ、2位ぐらいまではデビューするかなみたいなさ気持ちでいるじゃん。うん。うん、なんか知らんけど、アゆネコ方式だと思ってるからさ、うちら。うん、そうだね。<laughs> まあ6人だからね。まあ、アユネコもね、最終的にデビュー組は5人だったけど、そのファイナルは6人で決定しとったからね。そう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 。 でもしさ、まあ、2位なら、まあ、もし3位なら3位までならか3位までならこのなんかその今再生数で上がってる 2, 2位3位4位のここが団子すぎるから誰かが急に <laughs> その視聴者投票のあれのやつに選ばれなくなる可能性があるってことでしょうんうんそうだね個人的にはジミンちゃんが急に外れる世界が怖いと思って確かに いやそうだねてかもしその当初の予想のさ2人だけ投票で決まるんだったらもうこの時点でさ再生回数だけで言うならジミンちゃんがもしかしたらみたいなこともありえるってことだもんねいやそう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 びっくりだね <laughs> 本当にやめてよそれ再来になってしまうこれやめてよそのあゆねくの再来になってしまうその <laughs> ね割と上位だったにプロデューサーでさピックされなかったジミンちゃんだからさあゆねくは確かにジミンちゃんあゆねくんの時最終4位で デビューできんかったからね、結局。うん、そう。そっか。だから4位でのそのやつは確かに、なんか、うん、その、あゆねくから応援されてる方からしたらトラウマでしかないからさ。トラウマでしかない。これはもうその投票で固めときたいとこだよね。<laughs> やっぱその確定させときたいっていうかさ。いやー、そうだね、そうだね。うん。そっか、ここに来てジミンちゃんがさ、もしかしたらデビューは危ないか。もうプロデューサーピックはされるとは思うけど、正直。あそうだね。うん。なんか まあでもなんかやだよね。そういうもやもや自体払拭したいから、なんか投票で上位にいる方が安心だよね、うん、普通に。安心うん、そう、それが一番いいよね。うん。あと、まあ、喜ばしいので言ったら、ふこちゃんが結構一気にさ、なんか、うん、そうそうそう、この段階だと4位になってるから、まあなんなら2位になる可能性も全然あるし、で再生数の伸びによっては。うん、めちゃすごいじゃん、ふこちゃん。 そうなふこ、まあ、ちゃん本当セミファイナルのあのステージ本当良よかったもんねうんそうそうそう高音がねもうバチコーンしてたからね本当にそうめちゃくちゃ決めとったから、まあ、あとやっぱあれかなその韓国語力とかまあなんかしっかりした感じとかまあああいうのを考えたらんかグループに必要って思う方もまあ多いだろうし、うん、そうだね確か人間性とかその統率能力とかさうん、うん うん、やっぱリーダーシップとか、確かにバランス感覚とか、なんか、そう、結構、うほんと全て兼ね備えてるみたいなとこあるもんね。うんうんうん。そうそうそう。でもなんかさ、噂だとさ、ちょっとふこちゃんさ、あの、なんだっけ、ギュりちゃんが前回のさ、まあなんか、分量欲しいみたいな言って、まあちょっと謝って、みたいな、すっごいく声で謝って、みたいなさ、ところがある反面、ふこ、うん、ちゃんは、その、描写がね、映ってる描写だけの話すると、なんか、 分量に満足してますみたいな感じのやつが若干反感勝ってるってなんかそういう噂が少しあったりするじゃんあ,ー、ねうん、あーなるほどまあちょっと俺はまだそれ見てなかったけどでもまあそう捉えられちゃったかみたいなとこあるん、ね、で確かにまあでもななくもない,かなみたいなそうそうそうああいう時ってさみんなピリピリしとるからさなんか全ての揚げ足をさ何 <laughs> <ん>か,か、えー、あれしちゃうじゃん身に <laughs> つけたみたいな感じになるじゃんねみんな推しが一番だからね。 そう,そうそうそう。うん、だそれがなんか、どれぐらいのあれなのかがちょっとわからんから、なんか悪影響ないといいなって思うけど、まあなんか、ただの、そんなに広がってないんだったら、あんま関係ない気はするけどね。別に投票しないだけだからさ、うんうん、純粋確かに確かに、そうだね。うん、もうワンピックだからね、もう泣いてもらっても、一人だけ投票だから、みんな押しに入れるだけだもんね、結局はね。うんうんうん。でもまあなんか、すごい広がりすぎてて、ふこちゃん、うん、ワンピックやめたみたいな感じになったら、なんか、 確かにうんあ<ー>そうねどうなるかなっていうでもまあこのタイミングでさもしかしたら視聴者投票でデビューする可能性が出てきたっていう感じがちょっと面白いなと、ね、全然2にもいけそうな位置につけてるもんねそうそうそうもともとはプロデューサーピックでいくかなどうかなみたいな感じだったと思うけど、うん、なんかちょっと違う段階に入った感じがすごいなと思ったじゃううんうん確かにここへ来てね上がったねまたねうーん やっぱさ、で、そのファイナル前のあれってすごい重要だよね。<laughs> その見せるみたいなとこって。わ、うん、かるわかるわかる。でもそういうファイナル前の動きで言ったらやっぱ、5位のいちゃんもさ、ね、うん、すごい上がった感じするよね。あマジで。そうなん。なんかさ、<laughs> よっしゃーじゃない、普通に。うん。そうなん。え、めっちゃ嬉しいもん、本当に。もうマイペンがないとっちゃ。<laughs> やっぱコメントでもやっぱいらっしゃるじゃん。<laughs> そう、そうね、マイペンの方がね。 舞ちゃんんののファンの方、うん、本当熱いイメージうわ、ん、かるわかる普通にさ舞ちゃんさ絶対デビューしたらさすごい輝くと思うよね、うん、いやわかるいやそうそうなんしかもさそのやっぱ韓国でデビューってなってさ日本人じゃんだからその日本の方にもそ逆輸入的な感じですごい日本人がデビューしたみたいなそういう見つかり方しそうな感じするよね舞ちゃんってわかる だかからなんかデビューさせといたらいいよみたいなさ <laughs> そういうの言いたくなるよね。わかるわかるそうそうそうあとさごめん関係ないけどさいちゃんのさチッき見たらさなんか思い返せばなんだけど最初になんかヘッドホンしてなんかちょっと歌ってみたいななんかバラードから始まる感じだったじゃんバラードっていうかバラード調から始まるやつだったじゃんあのヘッドホン私の愛用してるヘッドホンと一緒なの嬉しいと思ってう <laughs> 嬉しかったのかの そう多分そうじゃないかソニーだと思うんで、ね、しかも結構いいやつのやつなこれえー、めっちゃいいじゃん嬉しいやろなんか2個も持っとる嬉しい嬉しい <laughs> <laughs> 2>, 2個ってティムの2個エンティムの2個,エンティの2個プライベートで持っとる空港で見やっとったら嬉しい二個前コナーじゃん二個前コナーありがとう <laughs> ビジモだったらちょっと違ったかなビジモえめっちゃいいじゃん <laughs> たかがヘッドホンで喜ぶオタクやちゃうん何 <laughs> <laughs> かやったいい <laughs> なんかケミになったのやった <laughs> マイちゃんとでもなんか一方でここに来て私めちゃくちゃ驚いたのが日本人としての3番手がココちゃんっていうのにも結構驚いてそうね六6位がココちゃんなんだよね しかもさコメントもそんななんか多いあれじゃないんだよねマジでっていう気持ちないよねそうなんかさそうなんか我々結構サババン見てきたけど本当にこの最終ファイナル前の結構チッケミとかそういう指標って割とそのなんか忠実っていうかさ、うん、なんか熱量とかそういうのに結構ダイレクトに反映されてたりすること多いもんねうんそうなん だかからワンピックのあれじゃゃなないココちゃんってそしたらもう視聴者投票のあれではなかなか行きにくいのかなと思ったらもうプロデューサーピックでっていうあれなのかなっていう気はするわ普通に、うん、いやそうなそうなうんココちゃんがねまさかのそうまあでも何回も言って申し訳ないけどココちゃんはダンスの面でもかなり、うん 上手いじゃんやっぱさダンスブレイクって k p o p のさこう醍醐味やねんか、うん、普通にそうそう思ったらなんかまあ必要だと思うんだけどね普通にうんいやわかるわかるいや絶対欠かせないよチームにうんで今ってすごいうまい人多いねんかあの、うん、k p o p 全体的にだからやっぱさダンサーとしてもやってたぜみたいなぐらいのレベル高い子じゃないとなんか なかなかなんかね、カラー出しにくいかなぐらいまで思ってるから、<ー>お願い。だからお願いって言っとる。今、CJ さんにお願いって言っとる。今、お願い。<laughs> まあ、ココ、ね、ちゃんお願い。ここラップもできます。ココ <laughs> ちゃんは。美人<う> <laughs> もすごいです。お願い。スタイルもいいです。<laughs> そうだよ。お願いだよ。こんないこれ。いや、いやでも本当ここへ来てなんかわかんなくなってきた感があってさ、本当になんかもう気が気じゃないっていうかね。うん いやそうだよええー、てかさ誰かがデビューしない世界あるんやと思ったらもう恐ろしいね普通にいや恐ろしい恐ろしいいやマジで恐ろしいよしかもさ CJ さんがさそのアイランド1の時のようにさそのねこの落ちたこの惜しい人材をデビューさせますってなるかっていう話なんだけどまあならないよと思うよね普通に確かにそっか、まあ NFL、が、ね、アイランドではデビュー決まったけど まあ、惜しくもならなか惜しくもの方たちで集めたのがさ、まあ、エンティームっていうか、さ、エンティームとボ、エンティームの母体となる、まあオディ、エンオーディションボーイズだっけうん、まあ、てかデビュー組みたいな。うん、デビュー組みたいな感じで固めたけど、確かにその流れにはどうだろうって感じだもんね。うん、あれ、ハイブの資金力とさ、あの、なんか構想がすごかったじゃん。うん、ね、日本現地デビューさせる、あれを実は準備してて、K、うん、おったやんみたいな感じでさ、 け、落ちた、うんうん、落ちた時のふ、なんか次の日ぐらいに声かけ取ったもんね。<laughs> <に>そうそうそう。今日 <laughs> のインタビューでね、分かったよね。<laughs> うん、そうそうそう。<laughs> CJ はさ、多分忙しいんよ、そもそも。抱えてるグループ結構多いじゃん。その、なんだっけ、あ、ゼベワンもいて、で、ケプラは多分続けるからいて、みたいなさ、うん。確かに確かに。で、これでしょで、結構さ、人気アーティストを普通に抱える感じになるからさ。うん そう次のなんかそういうね現地グルみたいな、うん、そう現地グルはラボネがさラボネさんがおるからさ別確かに確かに一ちいちっていうかわざわざ作る必要ないからさ、うん、そうだね確かに確かにそうもう見合いとかさね、うん、もうそっち側がいるからねもう現地でねうんうんそうそうそう怖いね怖いねそろそろ、うん、そうなんか怖い怖いまあでも喜ばしいのはゆじュちゃんが7位っていうところそうだねねちゃんは、ね アイメの投票よりかはチッケムの方がやっぱ順位は上だもんねそうそうそう,そうやっぱ新しい見せ方みたいなんがやっぱ響いとるんかねでまたさ不安材料がここへも,もう8位サランちゃん9位セビちゃんっていうさもうさ <laughs> ここがここみたいな。そうな。<laughs> なんか、普通にデビュー予想の、しかも上位面である、上位面だろうと思ってたセビちゃんとかも9位だしさ、なんか、普通にピンチなんね <そう S 2> <laughs> 本当に。うん、いや、そうな。だからさ、プロデューサーピックもさ、もう全員ができるわけじゃなくて、デビュー人数決まってるわけだから、その、全員救済できないわけじゃん。そうだね。待ってよ、待たれま。<laughs> <laughs> 何しとんがんかね本当に。どうなっとんがんかねがん <laughs> かね <laughs> が言いたいわけよ。やばいがんぜ。本当に。<laughs> なんちょおかしなことになっとんがんけ、本当に。<laughs> そう。いや本当な。マジで。ちょっとそうだね。ちょっと不安になってきたわ、ちょっと。ねサランちゃんも8位。 いやー木田さんはそうだよね普通に「なんで?」みたいな感じだよね、うん、本当にそういやだからもう,しもうしょうがないっていうか申し訳ないけどサランちゃんのプロデューサーピックにかけるしかないよ本当に <laughs> そうだねてかセビサランそうなん、うん、セビサランは本当そうなんうだからでもどっちも入るんかなとかさどっちもってもう無理くないみたいなさ分からんけどいや分かる分かるなんかどうなんかねもうさここにい こうなったらさその作りたいグループのカラーに当てはまってるかどうかだもんね、うん、言ってしまえばそうそう,そう別にもうそうなんよもう割り切るしかないんだけどそうなんよ実際はそうだよねなんかこういう美女がいいとか、うん、こういうカラーの子がいいとか、うん、この楽曲だからこれが得意な子がいいとかさうん,、うんうん、うんそういうあれになるもんね そそうそういや本当だからさその前回の例出したの申し訳ないけどさアイランドだってさ1位だって本当んと K 君なんて身長も高くて美人も良くてダンスも上手くてみたいな感じなのに、うん、やっぱ構想から外れたみたいなとこあるじゃん、うん、NF <の>。そうやっぱ、うん、バランスとかもあるからねグループのね。そそそそう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  けー目だつすたんけーそう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 いやだからそう目立つすぎもあかんって思っとよわからんけどねわからんけどまあまあまあそうだねまあ構想終わったから余計ねそうそう構想終わって次の構想終わったからっていうのもあるしでも次でも今回怖いのは次の構想あるかわからんからもうここでデビューせないみたいなとこもあるもんねそうだねそうだねいや普通に退社になるんじゃない CJ だったらやっぱやめて確かに次ぐるんでまあ。 うん、次ぐるの話がもしあるんだったら、例えば、うん、CJ が次ぐるで作ってうまくいったことあるか知らんけど、そもそも経験としてないというか、うんうんうん。しかもやっぱりその、よじゃよじゃってなんかさ、その、うん、すぐ、 よじゃっていかないじゃんやっぱ何年か空けるとかさ、まあ、2年空けるとかうん、うん、だからそう結構そのアイドルの2年しかもよじゃって2年ってさすごい大きいからもうほんと待てない子も多いじゃんうんうんそうだね、うん、そうだねわかるわかるそう圭君よう待ったねく君は <laughs> やっぱ平気ないのもでかいと思う絶対まあまあそうだねうんうん,うんあの時点で結構お兄さんラインだったからまあまあまあううんうんうん だから楽曲とかちょっと教えてやと思うよね。でもさ、<laughs> <laughs> でもまあテディさんのまあだいぶまあヒントっちゃヒントだけどね、正直ね。まあそうだね。うん。でもなんかあれかね、ファイナルカウントダウンみたいな。エ t タファイナル、あ、違う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 。あの、うん、In the ファイナル s o ソ g みたいな、シグナルソングみたいなさ、うん、ああいう曲なんかなってやっぱ思うよね。やっぱちょっと R&B、ね、チックって言うよね、少し。うん,う,んうん。うん でね、今まではその第10話のチェッキングの再生回数について話してたんだけど、セミファイナルで公開されたアイメイトさんの投票の順位と比較したものがこちらです。ピオ。左がね、アイメイトさんの投票の順位で、右がね、今やってたチェッキングの再生回数のランキングなんだけど、そこ比較してみるとね、結構違ったりして面白いんだよね。うーん。ま、あなんか、 ね近いことはね口頭では言ったと思うけど、まあごめん関係ないけどさ四と六すごいややこしいねあの福とここどっちみたいなさ <laughs> どっちでしょうみたいな感じするね。<laughs> 確かにカットミオインクだよ。確かにここ福子。福みたいな <laughs> ねそれナレーションの人の言い方やねんか <laughs>。<laughs> ナレーションの人の言い好きなやつ <laughs>。まあでもまあ六位まで。 その6人までってなったらまあさっきここちゃんめっちゃ心配したけどまあなんかちょっと大丈夫かなっていう気はするかな、うん、ワンピックめっちゃ弱そうだからもしかしたらその実際再生数より下な可能性も、ね、コメントがそんな多くなかったからここちゃんもしかしたらちょっと実際の投票は結構アウトかもしれんけどまあ今のところねこの再生数だけでいったらみたいなところはあるねうん、うん、そうだねあとやっぱそのトップ3がさその 順位の入れ替えはあれど自民・ジョンウン自運が、まあ、どっちもトップ3だからうん、うん、結構この辺がその固い感じになってきたところあるよ、ね、うんそうだねほ、まあ、本当に正直で、ね、運営さんの意向が多分ね強くなるだろうから、うん、まあ別に2位にしようが3位にしようが運営が望んでた人なら別に、うん、そう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  <laughs> あれだと思うんだけど。 まあでもやっぱ福ちゃんさっき言ったけど2位まで行ったらすごいやっぱ夢あるなとは思うじゃんねもしかしたら視聴者投票で確実にデビューできる枠になる可能性がね高いわけだから2位とかまで行ったらうん、うん、確かに確かにうん、うん、まあまあ再生数がねもちろん表に、ね、ワンピックの表に直結するか分からんけどまあななんか波は来てるじゃんね絶対ね、うんうん、確かに確かにそうだよねまた追い風吹いてる感じあるよね うん、あと、舞ちゃんのはマジで本当なのかっていう。やっぱ今までさ、なんか分量も少なかったし、なんかちょっと最近、その放送の内容自体もちょっと頑張れみたいな課題があるみたいな感じだったけど、ここに来ての再生がちょっといいみたいなのは、なんか普通に喜ばしいからさ。うん、なんか。ね。ね。うんうん。なんか舞ちゃんめっちゃ気になる方、急に増えたみたいな。<laughs> なんか、うん。どうなんかね。うん。ね気になるとこだよね。 でもやっぱこうやって比較するとさやっぱセビちゃんがささらに不安になってくるっていうか大丈夫なんかなみたいなねなんかやっぱあれかねコメント数もやっぱりね今見てきたそんなに多くなかったから<ー>ここセビ同じぐらいだったんで <laughs> セビここなるほどなるほどうわなるほどまあだからセビちゃんやっぱりすごい上位に行くかっていうあれかはもうちょっとわからんくなってきたねその視聴者投票でねうん、うん、そうなん だからそうなったときにプロデューサーのさピックの可能性があるかどうかっていう話だけど、ね、えそこはどうなんよねなんかさジミンちゃんとさその雰囲気かぶらんかなみたいなその6人しかおらんからさその、うん、似た雰囲気の子をさその同じグループの中にそのプロデューサーが選ぶのかみたいなところがさちょっと不安なんよね最近。 なんか、言われてみたら、ちょっとわかるんよ。<laughs> それ。そう。それ言われてみたらんち。ちょっとね、うん、5%くらい、薄々ずっと思っとったことを、ちょっと今言葉にしてみたんで、ね。<laughs> そう。<laughs> いや、好きだし、絶対デビューしてほしいんだけど、セビちゃん。なんかそう、ジミンちゃんとかぶらんかな、みたいな。なんか、俺さ、ちょっと、正直な話さ、2、3話目ぐらいに間違い取ったでか、ジミンちゃんとセビちゃん。どっちがどっちやら、みたいな<う>。<laughs> どっちがどっちやらで。ギターさん<う>、もともと覚えるの苦手だから、特に女性の顔が <laughs>。そう。粉 <laughs> 丸にすげえ突っ込まれたもん、ね、いや、それ、それ、ジミンだから、みたいな <laughs>。そう。だけど、そうそうそう。なんかね、確かに、センター適性が2人ともあるわけやねんか。 グループに6人グループの中に2人もいるか問題になるよね。<laughs> なんていうのそうなんこれが11人12人だったら2人おっていいかもなんだけどそ6人だからさキャラかぶらん方がいいとかさやっぱあるじゃんポジションっていうかそのカラーみたいなのが。確かに しかも,そのあれだもん、ね、表現で見せてくるタイプだもんね、2人ともヒップホップ苦手だし、うんね、ナップのユジャーがさ<う>苦戦した2人やでこれ確,かに確かに、あの練習の雰囲気、すぐ思い出せる、あの2人が、なんか、どぎまぎ、バタバタみたいな。<laughs> そうそうそう、苦手ってなっとるその感じも似てたしね、やっぱり。うん、そ,うそうそうそう、それが尊いんだけどね、そのデビューするってなったら、みたいなね。うん あだから、プロデューサーの意向が、マジで、どっちに分かれるか分からんよね。普通にそ。そうなん、そうなん。まあ、ジミンの方がやっぱ入る可能性高いかなってやっぱ思うから、ジミンちゃんが入った、じゃあ、セビちゃんどうしようってなった時に、見た目がやっぱ強いセビちゃん華やかなセビちゃん、うん、いるのも、でもメリットめっちゃあるからさ。それを悟るか、うん、そう,そうそうそう、グループとしてのなんか、雰囲気も似てくるから、それもいいわけやねんか、やっぱり。統一感は出るもんね。そう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 。 でもなんかなんかやっぱちょっとジミを結構目立たせたいなとかなんかそういうあれになったらジミーって1位みたいな雰囲気で言っとるけどそ,<う> <laughs> そのなったらどうちょっとねわからんなみたいなとこは若干あるよねうんそうなんそこがねちょっとね今不安なとこなそうだねやめてよ不安にさせんよ <laughs> いやわかるそうそうなんこんなこと思いたくないなんだけど <laughs> 以上でね今回はアイランド2の第10話のチッキン再生回数のランキングと10話でね発表されたアイメイトさんの投票のね順位と比較もしてみたんだけどいやなんかもういろんないやなんかちょっとこの2つ見るとやっぱちょっとね違いもあったりとかして面白かったね,ねーでもなんか思った以上に違ったから心の準備できてなくてちょっとショックまであるじゃんいろいろ。<laughs> <laughs> そろそろ意思固めたいがにさ、なんかわからんくなってきてるねまたね。<laughs> そう。<laughs> 心の準備させてくれん関係。<laughs> そう全然させてくれんが。だからさ、アイランド2のファイナルが楽しみだよね。そうだね。ホッホッ